はい、ダゴバート、いつものやつ。ですね、ちょっとコメントでいただきまして、雨織物、これを直接売ってみてはどうかというコメントを、1個2個前ぐらいだったかなの動画で、話をいただきまして、雨織物を1つだけ持ってきました。で、これ値段が36ですね。前回雨を一気に生産した時は、まあ全ての農地を使えたわけじゃなかったのだけれども、まあ、仮に全てを使ったとしていろいろ差し引いても、多分雨織物を売るとして30個ぐらいかな、ワンシーズンに30個ぐらいと考えると、だいたい900、やはり1000コインぐらいかが売れると、って考えると、服作るよりかもこのまんま売っちゃった方が利率はいいのかもしれないね。あの、服を作っちゃうと他の素材も使うことになるから、というかリネイとか、リネイとそのまま使うのか、どっちがいいんだろうな、ちょっと悩ましいところではある。ただ、まあ、何度も言ってるように、この雨織物ってのは雨を使うので、ワンシーズンどれだけ取れるか限りがあるんだよね。それに対してこのバスケットは無限にスティックが拾えて、それをそのまま売れるので、まあコンスタントに売れるのはやはりこれ、小型富士のバスケットなのは間違いない。今、ギリギリ持てるマックス目に持って42個で378コイン。やはりこれは確実な金策ではある。ただ雨織物、服作る手間とか考えてもこれで売るのはありかもしれないね。ちょっともうちょっと突き詰めて考えるとどっちがいいのかな、悩ましいところではある。感覚的になんか服と近いものがあるけど、服よりかは圧倒的に軽いからね、 0.1、ありかもしれない、服作るよりかも。さて、冬も中間半ばぐらいまで来て、王様の大飢饉だっていう使いの話もまだ進んでいないので、まあね、もうこれは失敗しようと思っているんだけど、もう失敗して王の鞭を甘んじて受け入れようかなと思ってるんだけど、まあ、最近ね、女王の鞭ばっか振ってたのでね、女王様の鞭ばっか振ってたので、王様の鞭は受けようかななんて思ったりなんかしたりしてるんですけど、それがまだ振るわれないので、その間にね、まあやりたいこと他にもいっぱいあるので、それを一個一個やっていこうかなと思っております。まずひよこね、女若鳥が女鳥に変わったので、ちょっとね、ひよこをもう一匹買いたいんですよ。500コインで買えて、今876コインだからこれで買えるので、どこだっけ、どこで鶏はロルニカとボロー。ありがとう。ロルニカとボローどっちかに行くと、ここからだとロルニカかな。ここにちょっとひよこをね、今度は男若鳥買いに行きましょうか。ここか。お、どうした。ちょっと油断したらすぐこれだよな。どうした、落ち着けって。アラリク。14歳か。老けてるな。自分の成長っぷりに戸惑ってたのかな。やめろよ、それ。ちょっとこっちはピヨコに用があるからな。お前に用はねえんだよ。鶏はちょっと高いから、もうピヨコからね、買ってあげたいんだけど、ちょっとどいてくれない？ちょっと、しゃがみジャンプってできるこれ。ちょっとどいてくれよ、お前。すげえな。なんか強烈なバリアが張られてる、ここに。はっ。AT フィールドかよ。ほわ、いけねえ。ちょ、マジ、頼む。どいて。ほんとに、ほんとに、ご賞だから。あったあったあった、痛い。男若鳥。男若鳥。いました、男若鳥。買う。はいはいはい。なんでこんなことで苦労しなくちゃいけねえんだ。鶏小屋に、ここに、送ってあげる。おしおしおし。これで男若鳥が来たから、まあ、いずれね、女、お前おい、大変だな、この村。おい、若年層が大変なことになってるぞ、この村。お、若い子には苦労させろとは言うが、ここまでの苦労させたらな。
将来に絶望して子供作んなくなっちゃうから、それはそれで大変よ、うん、ちなみに豚は？豚もね、次の段階としては飼いたいし、高え！あ、すわ。かわいいな。え、なんで座ってんの？伏せればよくない？あえてその姿勢を選ぶ理由は何？あ、オスはイノシシ、メスは豚。え、そういう概念なの？まあ、ちょっとこれはおいおいだけど、あ、子豚はちっちゃえ。女子豚。1000円か。1000コイン。やっぱ高いね。男子豚。いやー、いずれはね、君たちも、ちょっとなんかムカデ人間みたいになっていくからさ、やめた方がいいよ、そういうの。うん、また PG 指定食らっちゃうからね。まあ、とりあえず一回帰りますかね。ピヨコ勝ったことだし、帰りましょう。すさまじい村だったな。おい、戻ってきた。さて、君はプレズボーだっけ？お、プレズボーくん、冬だからかな？なんかサンタっぽい感じになってるね。なんかそのいかつい顔に、ちょっと、かぶられてる感があるけどね。まあ、それはそれで子供受けがいいか。いいか。うん。まあ、君のことはまあ今どうでもよく。今ちょっと鳴き声聞こえたよね。どこだ？ちょっとね、ここら辺ね。草木が生い茂りすぎちゃって、これね、枯れないんだよね。これどうやったら除去できんだろう。未だにそれよくわかんないんだけど。まあ、ともかくここに、女鳥でしょ？で、ここに、男若鳥がいまして、ちょっとね、まあ、このシーズンのうちに、まあ、いずれね、より豚とか、牛？羊？あと馬とか飼えるようにしたいから、そのための、場所をねある程度確保したいなと思います。詰まるところ無限木こり。お、プレズボー世話してんのかな。男若鳥の世話してんのかな。一応ね、管理画面から、この動物飼育、鶏小屋で、こうやって、卵を取得できるようにっていう風に調整しといたんだよね。これで、1日1個卵は手に入るっぽいので、あれ？無精卵だっけ？に、ん？メンドリ1匹で卵生まれるんだっけ？ちょっとそういうのも疎いんだよな。あ、なんか絞り出すん？え、肛門絞りみたいなことやんのかな？まあ、ひとまずこんなところかなと思います。うん。まあ、もうちょいね、こっちの方を切り進める必要はあるとは思うんだけれども。で、建物建てちゃおうかな。今回は豚小屋、ガチョウに羊に牛馬と、で養蜂場、まだまだ先は長いね。飼育系は隣り合わせでやってみようかな。なんかここら辺はあんまやり直しが効かなそうだからね、ちょっと慎重にやりたいところではあるが、隣、はい、こんな感じでいく。あ、まあそんな大きくないね。うん、これをまたサクッと立てちゃいましょうか。はい、OK、できた。これが豚小屋。まあ、これ作ったところで、ちょっと豚飼えるようになるの少し先になりそうではあるんだけど、うん、豚小屋も完成。隣り合ってますね。でだ、まだやりたいことはあって、ワークショップがですね、ワークショップ2ってのができるようになったんですよ。うん。これで、ワークショップ1、ワークショップ、なんでここだけ埋まってんの？こっちの方はワークショップで、さらに下は？これワークショップなのに一番上だけ不遇だな。ワークショップ。しかも前少しめり込んでただけだから最初の方ちょっと見えたのに、もう完璧ワークショップになっちゃってるね。なんでや。
ワークショップ1からワークショップ2に、まあとにかく立て直したいんですよ。で、これを立て直すと、こっちにすると多分機体の新生、この中型の富士製バスケットが作れるようになるんだよね。これ、値段上がるんだよね。まあちょっとこれをやろうかなと。そのために一回、ちょっとゼビーには、この場所から離れてもらおうかなと思っております。怒らないでね、ゼビーさん。これか。これを削除と。ああ、怒られそう。で、ゼビーが、職なしになったと。OK。サクッと帰ってくね。未練とかないのかな？うん。まあ、そっちの方がな、後腐れもないしな。よし、これでワークショップ2が完成しました。これがワークショップ2。屋根、なんでそんな互い違いにした？なんかシャツのボタンの掛け違いみたいな屋根になったな。おー、こういうデザインね。やっぱワークショップという名前だけあって、美的価値を見出そうと新しい試行錯誤したって感じなのかな。なんかちょっと今までと趣は違うね。うん。で、まあちょっと暗くなってきちゃったんだけど、ちょっと様子だけ見ようか。まずこの作業台、これ自体は変わらないね、作れるものは。とりあえず。で、チェストは当然入ってないでしょ？で、まあ俺が見たかったのはこれです。ろくろ。これで、ああ、粘土とか出てきたな。そう。ちょっとね、ずーっとね、この粘土とか鉱石系はね、後回しにしちゃったんだけど、これ全部粘土か。いやー、ちょっと粘土。これは、取れるようにしないとダメだな。これちょっと次回以降の課題だわ。うん。粘土ね。了解っす。で、今回アンロックしたいのは、これ。中型の富士製バスケット。これをアンロックさせちゃいます。OK。200コイン。あと72コインしかないが、しかも冬の暮れだから、もうそろそろ奴が来るのでね。ちょっと、まあ、暗いけど、まだ何時かな。8時半。まだいけるでしょう。ちょっとだけ自分で作っちゃおうかな。うん、かかる時間が増えてる。これは大変だな。で、値段は15。そうか、こっちが、小型富士が15コインで、こっちは20コインなのね。OK。とりあえず14個作れるので、14個。いけます。はい、できた。露骨に時間かかったな。まあちょっと売り歩くにしても何にしても9時半。まあこの時代だとな、もう明かりがつかなかったら寝るっていうのが普通なんだけど、さすがに村に行くのはちょっと厳しいから、とりあえずゼビーをまた戻してあげろか。空きスロットで、ワークショップ2。はい。クラフトマン。あ、2人入れるようになったね。これ、人が余り出したら、2人がかりで作ってもらえれば、より生産量が上がるってことだもんな。いずれやってあげたいね。金がない。雨か。はい。いつものやつ。ちなみに。はい。1120コイン。増えたね。増えましたね。もし大飢饉、これまだ終わんないのか。これ、もしかして、1年かけて粉集めろみたいな、そんな感じなのかもしれないね。まあ、それでも、しかとしようか。これもう忘れた頃に来るぐらいでいいのかもしれないね。うん。ほっときましょう。おし、ダゴバート。いつもの。ですね。これ、中型の富士製バスケット。これ、ちょっと25個だけ売ろうか。ちょっと重量がわかりづらいので。はい。これ、0.8。重さで換算すると、中型の方が、4キロで合わせると、60コイン。
で、小型の方が4キロで合わせると72コインなんだよね。小型の方がいいじゃねえかよ。